御神よ、あなたを信じます。主イエスキリスト様、あなたを信じます。御霊よ、あなたを信じます。神の聖なる教会、宇宙に広がるキリストの体、我これを信じる。三位一体の御神が、その御姿を表す宇宙礼拝、キリストよ、ありがとうございます。あなたの皆が永遠に永遠に永遠に褒めたたえられますように。アーメン。この祈りをもって、世界の平和を、地球の平和を祈ります。非常に危険な今の世界情勢の中で、しかし神が、私の平和を、私の平安を祈れ、そう私たちに促しております。
今朝はそのためにも新しい、賛美を一つ用意しました。新しいというが、これは実はものすごく古い祈りなのであります。後でそのことは説明しますが、新曲としてジーザスプレイヤー、Thank you.
この3週間ほど私は九州の方で過ごしておりました。美津子さんと事務局長の吉川智子さんが解き明かしの編集に没頭している間、私は新聖書の英訳に集中しました。時間が取れたのでかなり仕事はできたと思いますが、しかし3週間でどれだけやったらできたのかなと思って昨日見てみますと、なんていうことはない、初代教会のキリスト教師のところを全部完成しただけだったんですけど、私にとってはかなりの仕事でありました。そしてその初代教会を改めて眺め、聖霊の日がどのように初期の頃燃えていったのか、それを学ぶということは貴重な体験でありました。その時にですね、たくさんのことがあったんだけれども、最後に一つだけ残ったのが、いやいや先ほど歌いましたこのイエスの祈り、初期ではこのオーラチオイエスウスとラテン語で呼ばれておりました。英訳ではジーザスプレイヤーですよね。非常に単純な祈りで、おそらく新約聖書の中の主の祈り、ローズプレイヤーがありますよね。あれ以来 の古い教会の祈りでありました。起源は一番最初の頃は分かってないんです。おそらくそれはもう推測ですけれども、聖書が完成したと言われる1世紀の初頭ぐらいからできたんじゃないかと言われますが、形として現れたのは5、6世紀で文献に残っております。そしてそれもエジプトの砂漠でこもっていたクリスチャンたち、後にここら辺から修道院ができましたけれども、修道院の先駆となったそういうところから生まれた伝承された祈りであります。非常に単純な祈りである。先ほど英訳されたものも読みましたが、またラテン語もそうだし、もう単純も単純も、主イエスキリスト神の御子、我を憐れみたまえ、後に中世になりましたら、この祈りにね、一つ言葉が付け加えられたんです。それは我にの後に罪人なると、罪人なる我を憐れみたまえ。罪人という言葉はね、一番最初のこのジーザスプレイヤーの中には入っていませんでした。それでこのジーザスプレイヤーを今度は子羊がハント賛美によって生まれ変わるとした時に、私はもう一番原型の古いイエス・キリスト、主イエス・キリスト神の御子、我を憐れみたまえというのに旋律がつけてもらいたいと願いました。またこの我にという、この最初は一人称の賛美ですよね。これもしばらくすると2、300年経ちますと、今度は我々にというふうになりましたが、まあこれはまあ同じですからね、いいと思います。もう非常に単純な祈りなんですよ。あんまり単純なんで、今日もね賛美練習に参加した人たちも、これ賛美しているうちに眠たくなりませんでした。もう寝られない人をね、私がもう適面にこの聞くのを教えてあげます。これですよ、ジーザスプレイヤー。これ別にこの寝るためにできたんじゃないんですけどね、とにかくねこの精霊の癒しがわーっとこの流れてくるんでしょうね。眠たくなることを受け合いです。ジーザスプレイヤー。
この話はね、私はもうだいぶ前にしました。覚えてる人はほとんどいないでしょうけどね。その時に、聞いた一人が今スタッフになっている保沢久美子、当時彼女はうつが非常に激しくて、もう家からも出ることもできないし、とにかくひどい状態がついていたらしいんですけども、このテープでこのジーザスプレイヤーの話を聞いてね、ピーター先生はこれはとにかく祈ってみろと、もう一月二月祈ってみろと。それで彼女はまさに藁にしがみつくような思いでこのジーザスプレイヤーを自分で唱え出した。そうすると不思議なことに一週間かからなかった、何年も何年も抜けることのできなかったうつからさーっと抜け出してくれたという証があったでしょう。多くの人はそれはこの証の方は覚えていると思います。もう当然じゃないかと思う。この不思議な不思議な効果があるんですけどね、その効果があるから私たちは祈るんじゃないけど、この古い祈り、キリスト教会が伝承してきた最も古い祈り、これは今でもね、ギリシャ正教、と言われているその東方の教会では今でもこれは用いられております。キリスト教史を読みますと、後にローマンカトリック教会、西方教会と言われますが、これがこの東方教会のジーザスプレイヤーを取り入れまして、そしてそのカトリック教会の中でも唱えられるようになって、なりましたけど、これはまあカトリック教会としては比較的新しい方なんです。せいぜい200年か300年ぐらいの間ですけれども、そして今に至っております。単純な単純な祈り、古い古い祈り。でも昨日賛美練習をここでやってるとね、その後に三津子さんが不思議なことを言う。不思議だな、全く新しい時に入ったという気がする。全く新しい時って、これ最も古い歌なんですよ、古い賛美なんですよ、最も古い祈りなのにね。そして彼女は全く新しい時に入ったと。でそれを聞いた時に私はなるほどなと思った。一番古いものがね、一番新しいものを教えてくれるんです。世界が混乱し、今にも戦争が起きそうな時に、そんなのんびりとしたお祈りなんかじゃないでしょうと人々は言う。いや、世界が混乱し、私もどうしていいかわからない、混乱の真っ只中になればなるほど、一番古い、そして単純な単純な祈りに戻るんですよ。あなたもまあ騙されたと思ってもいいから、1週間2週間とこの祈りをしてごらんなさい。もうなるべくする。東方教会の修道院ではね、このことをそのハートの祈りと言うんです。このジーザスプレイヤーはハートの祈りであると、知性の祈りだとは言わないんです。また感情の祈りとも言わない、ハートの祈りだと言う。でもハートの祈りというのはね、ピーター流に略してみると、あれは霊の祈りという意味なんですよ。知性で考えない、感情にも左右されない、霊が祈る祈りを祈れ、ハートの祈り。そしてあなたがハートの祈りをずっとする、もう他に何にも考えなくていい、単純な単純なこれを何百回も何千回もずっと、意識がある限り一回やってごらんなさいよ。一生の間そんなに長くあなたはすることはないだろうけど、私は一度試してみる価値はあると思う。ジーザスプレイヤー、主イエスキリスト、神の御子、我を憐れみたまえ。祈りの形は日本語でも英語でもラテン語でも構いませんよ。何でも構いませんからね、この単純な祈りをぜひしてみてください。
やがてあなたは霊が深いところから喜び、天国がそのままあなたを通して現れてくるのを見るようになります。こんなに不安な時代でミサイルが、それも水素爆弾を詰め込んだミサイルが爆発するかもしれない。少し前まではそんなのおとぎ話だと誰も信じていなかったことが、いや現実となってきた。しかし恐れることではないんです。神はイエス・キリストを通して私たちにすでに勝利を与えてくださったではないか。8月末のリトリートが神の勝利を、キリストの勝利を証明しました。間違いなく大いなる勝利が与えられた。しかしですね、神様の勝利というものはオートマティックにそのまま続くものではないんです。与えられた、獲得されたキリストの勝利を我々が信仰を持ってそれを継承し、それを信じ、それを賛美する、そのことによってキリストの勝利が確認されていくんです。だから北朝鮮のミサイル動揺するのではない。またいろんな人があれこれ言います。しかしそれにも動揺するな。私たちはいよいよ静まってイエスの祈りを祈る。ジーザスプレイヤー、絶えず祈れ。パウロが言います。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなたに求めておられることである。神様が求めておられるというんだから、神様ご自身がそう言われるんだから、これはもう間違いない。いつも喜んでいる、そして絶えず祈る、Unceasing prayer、 絶えず喜ぶ。知性で祈るとね、また感情で祈ると絶えず祈るなんてことはできませんよ。すぐ病んでしまう。しかし霊が祈り始めると、霊が祈り始めると絶えず祈るようになるんです。コンスタントに祈っているものがある。だからです、すべてのことについて感謝しなさい。この単純なインストラクションを忘れるな。そしてさらに、御霊を消してはいけない、予言を軽んじてはならないとパウロが言います。エッセンスは最初の方にあります。常に喜ぶ、絶えず祈る、すべてのことにおいて感謝する、この3つを忘れるな。喜び、祈り、感謝する。そして私たちが、終わりの時代に呼ばれた私たちが、この単純な単純な祈りと信仰に没頭するならば、あなたは守られる。あなたが守られるだけではない。あなたの家族は、あなたの家族だけではない。あなたの町が、あなたの町だけではない。あなたの国が守られる。そしてキリストが誠の平和を
地に与えてくださる。このジーザスプレイヤーも含めてね、非常にこの単純な最近一連して与えられた賛美があるんです。この後も歌いますけどね、キリエエレイソン、こういうのを全部含めて、近いうちに新しい CD を作ってもらおうと思います。子羊版のチャンティング、チャンティングというのは、日本語で訳したら詠唱っていうんですかね、非常に単純なこのお祈りであります。そしてこのチャンティングのと同時に、あなたの霊が祈り続ける。もっともね、このジーザスプレイヤーはかなり昔ですけども、ピーターはピーターバージョンというのに変えたことがあります。これは私がまだフィラデルフィアにいた当時でありますけども、もう少し簡単なのに変えられないかなと思って、当時私は首相にもジョギングをしておりましてね、もう今では全く遠い昔の話でありますが、昔はそれでもまだ真面目にこうしてこの走ってたんですよ。ただ走るというのはね、あんまり単純すぎて、その時に何かないかなと思って、私このジーザスプレイヤーを私流に変えたのがあります。それがそのロード・ジーザス Fill me with your love all night Light and love。 最初は私は Light and love と言いましたけど、子羊に来てからこれが Love and Light の方に順番が入れ替わりましたけど、これは今賛美になってますよね。これを唱えながらね、ずっと走っておりました。主よ、あなたの光と愛で私を満たしてくださいと。主よ、あなたの光と愛で私を満たしてくださいと。確かに助けられました。チャンティングの祈りというのは単純ですからね、もう難しいことは何にも考えない、単純に霊の祈りをするんです。それをいよいよ要約したのがね、もっと単純なのがある、キリエエレイソンです。キリエエレイソンという言葉は私たちよく聞きますから、ここでも賛美しますよね。これはね、ギリシャ語なんですよ。ギリシャ語なのに、ローマカトリック教会が中世にミサという儀式を発達させました。そのミサの中に取り入れたのがこのギリシャ語のキリエエレイソン。キリエというのはギリシャ語で主よというんです。エレイソン、憐れみたまえ、主よ憐れみたまえ。それからこの聖書はですね、実はルカ伝の18章にあります主税人の祈りから来てるんです。覚えていますでしょうか。宮出からお金持ちと、そして主税人が祈ってるのを見てね、イエス様が弟子にね、ほら見てごらんと、お金持ちの方はね、主よ、私はね、主税人のような罪人じゃなくてありがとうございますと。一方主税人の方は、主よ、胸を打ってね、私は罪人です、我を憐れみたまえと。でこれがね、このジーザスプレイヤーもそうなんですけど、一番の原型はこのルカによる言葉なんです。神様は罪人の私をお許しくださいと。そしてキリエエレイソン、主よ我を憐れみたまえ、主よ我を憐れみたまえ。そうだな、これちょっとこの順番が予定してるのと違うけど、ちょっと今賛美歌を歌ってみてください。キリエエレイソン、
キリエエレイソン、これこそ神が私たちに望まれている祈りであります。キリエエレイソン、主を憐れみたまえ。主を憐れみたまえ。この祈りの中で聖餐式に入ります。イエス様がその姿を表してくださる。主の体に、主の血潮に預かりたい。
キリエ、エレイソンを賛美しながら聖餐式に入ります。見えない神が見える形をとり、
キリストの体として私たちに与えられた聖なる主イエス様の体を食べなさい。そして思い起こすがよい。死の血潮はすべての罪を洗い逃し、あなたを全く新しいものとして神の御前に立たせてくださる。死の血潮を飲みなさい。キリエエレイソン。アーメン。ジーザスプレイヤーを賛美しましょう。
主よ、我らをこの地球を憐れみたまえ、キリエエレイソン、アーメン。美津子さんを通して与えられた解き明かしの言葉に、2004年の12月にちょっとオーバーヘッド出してくれますか。地球を守れ、地球のために祈れ、賛美せよというのがあります。地球を守れ、地球のために祈れ、賛美せよ。これが私たちに与えられた、子羊に与えられた使命であります。私たちのミッションであります。地球を守れ、賛美が守るのです。私たちに与えられた武器である。地球のために祈れ、賛美せよ。地球を守れ、地球のために祈れ、賛美せよ。アーメン。私たちの感謝を主の御前にお捧げいたします。これ昔の賛美になりますが、イエスの祈りの変形版であるFill me with your love and light.
主イエスキリスト、神の御子、我らを憐れみたまえ。あなたの愛と光で私を満たしてください。地球があなたの賛美によって守られます。感謝、感謝、そして感謝。アーメン。パテルノステル。神の平安をもて、すべてに感謝して、神の平安の中に行け。すべてにキリストイエスの御名において感謝する。これは父の願い、御子イエスキリスト御霊の願い。神の平安が全地にありますように。アーメン。